はい、スーダンブランです。今回は九州の絶対に登るべき山5選ということでお話ししていきたいと思います。これは私が実際に登った中で、皆さんにね、お勧めしたいなと思う山を5つ選びましたので、紹介していきたいと思います。はい、まず1座目ですね。1座目は福岡県の宝満山です。宝満山は福岡県太宰府市にある九州百名山の一つです。福岡県の中で一番登山者が多い山というふうに言われております。特にかまど神社から登る正面登山道は人気で、有名登山系 YouTuber の方々も登られている福岡を代表する山です。古くから霊山として崇められていた修験道ですので、とにかくきついです。ずっと石段が続きます。特に7合目手前にある百段岩木と呼ばれる百段の石段ですね。ここはね、本当に心が折れそうになるんですけども、頑張って登りましょう。麓の池からヒキガエルが山頂を目指して登るということでも有名で、登山道でヒキガエルを見つけたときはですね、優しく道を譲ってあげましょう。潰さないようにですね、お願いいたします。なぜヒキガエルが山頂を目指して登っているかというところは不明みたいですので、ヒキガエルを見つけたときはですね、ヒキガエルに聞いてみてください。もうとにかく石段できつい山なんですけども、小学生も遠足で登ったりする山で、私も小学校の頃は遠足で登っていましたというね、福岡の大人気な山なんですけども、おすすめのシーズンは冬ですね。800メートル級の、低山なんですけども、結構雪が積もります。冬はですね、正面登山道とは反対側、海町側から登るとですね、南所ヶ滝という氷瀑が見れます。この氷瀑とセットで宝満山を楽しめるっていうのもポイントです。続いて2座目ですね。2座目は高千穂の峰です。鹿児島県と宮崎県にまたがる霧島連山の一角ですね。九州百名山や日本200名山に数えられている山です。日本神話の天孫降臨伝説が残る山でもありますし、坂本龍馬が妻のお龍と新婚旅行で訪れた山としても有名ですね。山は典型的な成層火山で、西部に活火山であるお八、そして東部に二つ石の寄生火山を従えた美しい山容です。山体は霧島錦江湾国立公園の方に指定されております。一番の特徴は山頂に突き刺さる天の坂鉾と呼ばれる鉾ですね。この鉾は新居の御事が高間ヶ原から降りてくるときに使った鉾を刺したなどの説がありますが、詳細は不明です。坂本龍馬が抜いたとかいうね、逸話も残っております。おすすめのシーズンは春ですね。6合目付近には九州の高山に咲くツツジの一種で、ミヤマキリシマという花の名所があります。5月下旬から6月中旬ぐらいになりますと、ピンク色の花が鮮やかに山肌を彩っておりますので、ぜひ春に登ってみてください。はい、続いて3座目ですね。3座目は祖母山です。大分県と宮崎県にまたがる日本百名山にも数えられている山です。山にはですね、九州では珍しく日本カモシカが生息しているという地域でもあります。また九州ではですね、もういないとされているツキノワグマが生息している可能性があるらしいですね。この祖母山の祖母はですね、神武天皇のおばあちゃんの豊玉姫が祀られていることに由来しております。大分県竹田市の高原登山口というところから登るコースはとてもよく整備されていて、非常に登りやすいです。この登山道には渓流がありまして、この地域にしか生息していないアマゴという魚がいますので、その魚をね、探しながら登るっていうのも楽しみの一つです。またこの竹田市にはですね、アマゴくんというね、強烈なキャラクターのガイドさんもいますので、気になる方はですね、ガイドの依頼をしてみてください。とても面白い方です。強烈です。アマゴ。あと5合目と9合目に立派な山小屋がありまして、トイレなども完備しておりますので、安心して登ることができます。個人的に一番おすすめなのが山頂から見る景色ですね。隣に傾山という山があるんですけども、そこに続く稜線、本
当に綺麗ですので、絶対に見てください。もちろん、傾山から見る祖母山への、縦走路、稜線っていうのも本当に綺麗ですので、もうおすすめの山ですね。絶対に登ってね、この稜線を見てください。はい、一番おすすめのシーズンは、ツツジの花などが、登山道を彩る4月から5月ですね。春になったら、ぜひ登ってみてください。おすすめの山です。はい、続いて4座目ですね。4座目は、阿蘇高岳です。阿蘇山は日本百名山の一つに数えられている山で、熊本県を代表する山ですね。東西18キロ、南北に25キロと、世界有数の規模を誇るカルデラの中心にある阿蘇五岳と呼ばれる火山帯の一角です。高岳は阿蘇五岳の最高峰で、標高は1592メートルですね。これは非号の国というふうに覚えてください。この高岳もですね、いろんなコースが楽しめて、おすすめは中岳との縦走コースですね。中岳には現在も活発な活動を続けている火口があります。中岳の火口の直径は600メートル、深さが130メートル、周囲4キロの巨大な火口で、今でも激しく噴煙を上げている様子は圧倒されます。火山の噴火警戒レベルによっては入山が禁止されることもありますので、気象庁のサイトを見てから登るようにしましょう。砂千里から登るコースは本当に火星なのか月なのか、異世界をね、感じる登山道となっておりますので、本当にね楽しいです。はい、こちらもおすすめのシーズンは春ですね。ミヤマキリシマ綺麗に咲いておりますし、野焼きの後の新緑っていうのも本当に綺麗ですので、春に登ってみてください。ただいつ登ってもちょっとね風が強いです。はい、続いて最後5座目ですね。5座目は九十の大仙山です。九十大仙山はですね、日本300名山に数えられている山で、九州百名山の一つでもあります。北大仙山などとともに九十連山の東部に位置する山で、大仙山系と呼ばれる山階を成しております。標高も、ほぼ同じ九十山などと並ぶ、九十連山の主要な峰の一つですね。山頂には御池、米窪、段原という3つの火口跡があって、このうち御池は綺麗なね、丸型の火口湖となっております。この山もですね、山腹には宮間霧島の群落がありまして、大仙山の宮間霧島群落ということで、国の天然記念物となっております。麓の防火するキャンプ場に、テント泊をしてからの朝がけだったり、近くの三股山、あとは九十の最高峰中岳などと、セットで楽しむこともできる山です。九十連山の中の1700メートル級の山を、一気に登るという、九十一七サミッツというコースもあります。その途中でね、登る山でもあります。私も一七サミッツ挑戦してみたんですけども、めちゃくちゃきつかったです。はい、体力にね自信のある方はぜひ九十一七サミッツ挑戦してみてください。1日で全て回ることもできますし、防火するのキャンプ場の方に泊まって2日かけて回るっていうのも、全然楽しめますので、一七サミッツもね挑戦してみてください。はい、おすすめのシーズンは一年中ですね。春は美山霧島すごく綺麗ですね。で、夏はですね、深い緑に囲まれた山頂のお池、とても綺麗です。秋もう特におすすめしたいですね。山頂の、お池周りの紅葉本当に綺麗です。で、冬はですね、冬でまたお池周り白銀世界になってね、本当に綺麗ですので、もう一年中楽しめる大仙山、ぜひ登ってみてください。はい、というわけで今回は九州のおすすめしたい山5座紹介してきました。まだまだですね、九州いろんなおすすめの山ありますので、まあ、違うくくりですね、今後このような形で紹介していきたいと思います。今回紹介させていただいた5座はですね、どの山も、これランキングではないですね、どの山も同じぐらいおすすめですので、ぜひ皆さん登ってみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。